皆さんこんにちは。ペリー・ジョンソン・コンサルティングの白岩康明です。第2回目は内部通報制度と内部統制システムの関係についてお話をさせていただきます。前回は内部通報制度の社会的要請というテーマでお話をしましたが、この中で内部通報制度が会社法の内部統制において具体的に3つの点で関わりがあることを紹介しました。一つ目は損失の危険の管理に関する規定その他の体制です。二つ目は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制です。そして三つ目は当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制です。では今回は内部通報制度と内部統制システムの関係をもっと大きな視点で捉えた場合、どのような捉え方ができるのかについてお話をさせていただきます。内部通報制度は内部統制における6つの基本的要素のうちの情報と伝達はもちろんのことですが、自社の内部統制システムが適切に機能しているかを確認する究極のモニタリング活動として捉えることもできると思います。このため、私どもでは内部通報制度を内部統制の強化やコンプライアンス経営を維持するための砦として大変重要な位置づけで考えております。企業内の内部通報制度の存在が様々なコンプライアンス違反の抑止と是正になるとき、企業の内部統制システムにおける PDCA サイクルは高いレベルに達することが可能となるでしょう。2022年6月までに施行される予定の改正公益通報者保護法では、従業員数301名以上の企業などの組織に内部通報の体制整備や必要な措置などが義務付けられましたが、法律で義務付けられたからといって受け身ではなく、せっかくですから自社のコンプライアンス経営を推進させるための有効なツールとして積極的に考えてみてはいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございます。これからも皆様の企業価値向上のための情報を発信してまいります。ぜひチャンネル登録と良ければ高評価ボタンのクリックをお願いします。またさらにご関心のある方は概要欄をご覧ください。次回は消費者庁の内部通報制度認証自己適合宣言登録制度についてお話をする予定です。それではまた。